はい、本日は10月2日ですね。朝6時ジャストで相場解説をしてみようかと思います。昨日ですね、10月の前半では急落が起きるよという仮説で、放送の方させていただきましたけども、まあ夜が明けてみたらね、急落してるじゃないですか。もうこれをね、当たりましたよっていうつもりはないです。まあ当たったんですけども、私の仮説が、いや夜中に来てちゃ私エントリーできないんですよ。もうね、儲からないじゃないかって話ですよ。もう無駄に下がってくれましたね。まあでもこれ以上にまたまた下がると思いますんでね、改めて、この10月の上旬は値下げを、売りの方をね、見ていこうかと思います。1時間足でございました。で、ちょっと一旦この1時間足を閉じてね、本来とは逆なんですけど、4時間を見ていきましょう。4時間見るときに、私がこの前からお話しているのは、ここですね。この左右対称じゃないかっていうことですね。こちらが中央部になっていて、これ左右対称っていうのは迷信ですからね。私が経験の中で左右対称っていうのが起きてるなって思ってるだけですからね。これを理論とか理屈だと思わないでくださいね。こういうふうに自分なりの法則を見つけていくっていうフェーズもあるわけですよ。通常は教科書で書いてあることをね、覚えていってもらいたいんですけどね。まあこんな感じですかね。で、急落が起きたよと。急落のことについてはここかな、こことここが左右対称みたいになってるのかな。で、左右対称だからね、今回で終わりです。もうこのお話しません。左右対称が正しいかどうかっていうのもね、分かりませんし、多分私だけの経験則だと思うんですよ。当てにしないでくださいね。はい、ではデイリーの方に、時間を戻してみます。さあ、デイリーではどういうことが読み取れるかってことなんですけども、昨日の解説でもありましたけども、これがどうですかね。あ、ここじゃない、失礼しました。ここじゃなくてここです。ここね、こういう風な形になった時に、ここはまあレジサポ転換が起きたところ、ここは抵抗になったところ、抵抗になったところ、抵抗になったところでね、ここの抵抗は使わなかったんですけども、まあ、ただね、こう売りが始まるところは共通してるかなってところで、この上にチャートバーが抜けることってのはあんまりないんではないかなと思うんですよ。で、逆にですね、こっちに下がっていく可能性は強いということですよね。じゃあもうちょっとね、高い時間軸見てみましょう。ウィークリーですね。ウィークリーを見てみましょう。これはリアルタイムですけども、ウィークリー見てください。この抵抗があるんですよ。この赤い線ですよ。赤い線。今ちょっと動かします。これ。これがこういう風になるんではなかろうかと私は見てるわけなんですよ。こうですね。で、こちらの方はペナント割りのように感じてましたけども、今度はこういう風に私は見ていこうかと思いますね。この補助線っていうのはね、いろんな引き方があるわけですよ。だから自分の見たいように見るみたいなことになっちゃいますけどもね。で、売りが入ると思うんですけど、売りの限界値は、だから一旦はここだということですよね。ここ。はい。だから4回目の、この線へのアタックだと思いますね。まあ、今回の解説は以上かなと思います。で、皆さんはね、どんな仮説立てたでしょうか。今回はね、売りの予測がもうすでに当たっちゃったんで、これからも売りが始まると思いますけどもね。しばらくは、106円の方に向かってエントリーを狙っていこうかと思います。それでは、昨日の予測はね、一旦ここで仕切り直しということでございます。もう当たっちゃいましたんで。で、ここからまた新しい予測になってきます。106円に向かうというふうに考えて、また2、3日予想を見ていこうかなと思います。ありがとうございました。